2019年2月16日 in 福岡、太宰府天満宮と博多ラーメン。朝はホテルの朝食、駅で太宰府散策切符を購入して太宰府へ向かった。天神駅から太宰府駅の往復と梅ヶ枝餅が3つもらえるお得な切符なの。太宰府駅はゴージャス。早速参道の商店街に入り、下調べしてここと決めた笠の家の梅ヶ枝餅をゲット。3つのはずなのになぜか4つもらえた。ラッキー。歩きながら1つ食べた。梅ヶ枝餅は丸い平たいお餅、中にあんこが入ってて柔らかくて、でも表面はパリッと焦げ目がついてるの。お餅を味わっていたら天満宮に到着。梅の花が咲いていて綺麗。敷地も広くて自然も豊かで、建造物も立派でとてもいい雰囲気。猿回しのおじいちゃんもいたよ。豪華はおじいちゃんが活躍する町だね。たくさんたくさん願い事をした後、おみくじを引いた。なんせ私の今年のおみくじの引きは芳しくない。初詣で川越の氷川神社で引いたおみくじは末吉。地元の愛宕神社でリベンジで引いたおみくじも末吉。さあ、太宰府天満宮、あなたはどうなの？中吉。2ランクアップ。天神に戻ってきて念願の博多ラーメン。やっぱり東京にない博多の名店新進に行ってみたい。と満場一致かっこ2人、また行列に並びました。昼食たくさん食べたし、お餅も食べたし、お腹を空かせるチャンスね。新進のラーメンはとっても美味しかった。割り方の煮卵トッピング、濃厚だけどしつこくなくてお箸が進む。麺もスープも具材も美味しい。きくらげコリコリ。バスの時間まで駅の商業施設でショッピング。お土産やバスの中で食べるような美味しそうなフルーツサンドをゲット。バスの中で爆睡して目が覚めたらそこは大分でした。大分駅のシティスパ天空へ。天然温泉だし綺麗だし、夜景を眺められる露天風呂もあるの。二人してサマーベッドの上で気がついたら寝てたりと、長居して満喫した。ホテルに帰ってからすだちサワーと梅ヶ枝餅で宴した。あ、ちなみに秩父の三峯神社で引いた最新のおみくじは中吉だよ。また同じ。